すぐに押しています。深いところ抜けていきました。山川が今日ホークス初めてのヒットを放っています。まあさすがにねこれだけ続けられたら変わってきますよね。非常にいい流れできているということですね。センターへの当たりですがヒットになりました。5番の山川、5番の近藤、連続ヒットです。ノーアウトランナー、二塁一塁。さあ、2回の裏のホークスの攻撃、4番、5番でチャンスを作っています。センターへの当たり、下がっていく、下がって越えていった。二塁ランナーの山川のすぐ後ろに一塁ランナーの近藤がいる。二人まとめてホームに帰ってきました。栗原のセンターオーバーのタイムリーツーベースが生まれました。ホークスが2点を先制しています。山川も笑顔ですけれども、今も近藤がもうすぐ山川の後ろにいましたね。そうですね、ちょっとね、あの山川選手、判断がね、良かったですが、その分、ね、後ろに来てしまいました。そうですね、横からやっぱり見えてるので、ファーストランナーですね。そういうことになりますね、はい、流れを作ってくれましたが、乗っていけるか。これもセンターへの当たり、センターバックする、バックする、バックする、バックして、これもセンターオーバー。二塁ランナーの栗原さんの4番でホームに帰ってきた。この辺から外れていた回です。これもセンターへ、センターバックする、これもヒットになった。2塁ランナーの河村、三塁を回ってホームに帰ってきました。これで5連打、そしてツーベースが3本続きます。バンカーも打球が全部センターオーバーですね。右方向、三塁で止まりました。はい、今三塁を回ったところで止まりました。そして今宮にもヒットが生まれました。タイムリーにはならなかったですけどね。これもまっすぐ。センター下がる。ヒットになった。三塁ランナーホームに帰ってきています。そして一塁ランナーもホームに帰ってきた。柳田三塁。2点が加わりました。次の1球が、右方向、どうだ、フェンスに当たった。三塁ランナーの柳田ホームに帰ってきました。山川にもタイムリー、今日も山川は2打数2安打。右方向7対0という点差になりました。今のもね、合わせただけな感じなんですよね。やっぱりパンチ力あります。